すごくボロボロ。落下物を確認。あれは族とペーパー族？ありゃこの辺りの住人だよ。どうやら攻撃を受けているみたいです。どうしますか？きっと兵士さんたちの仕業だ。止めよう。飛んでいけ。ん？何かあったの？うん、安らかに。それ、えい。うん、任せるね、まどろみちゃん。橋の崩落を確認。ロボットが倒れることで代わりになれると思います。なるほど。ではお願いします。謝罪、冗談です。でもこのままだとまずい。住人さんたちを助けるにはこの橋を渡る以外に方法が。虹の橋でも架けられればいいのだけど。これ、虹の橋、本当にかかっちゃった。しかもこの橋、意外としっかりしてます。まさか、これもオメイロイちゃんがやったのかい？多分。うん、安らかに。ん？何かあったの？全部のようです。住人さんたち大丈夫かな。私の夢終わったね。これでゆっくり眠れそう。無事とは言えないね。何があったか、か。さて、どう話したもんかね。ゆっくりでいいよ。ありがとうよ。お嬢ちゃんは夢の主を知ってるかい？すべてを司るってやつなんだが。うん、知ってる。どうやらそいつが入れ替わっちまったらしくてな。この前新しい主がやってきたんだ。自分のペースで話して。そんでその主はこう言ってやがった。ある少女を永遠に閉じ込める夢を作るってな。夢の世界がおかしくなったのはちょうどそのあたりからさ。トランプの兵士たちは毎日奴隷のように働かされてるし、あいつらと同じように俺たちも働かされた。
部屋や画廊をそんなもんばっか作らされてたよ。部屋に画廊、それに閉じ込める夢。まさかとは思うが、あんたがその少女なのか。連中が言ってた特徴と一致するが。多分。教えて、どうしてその夢の主は私にこだわるの。なもん知らねえよ。いいから早く逃げろ。逃げろって言われてもどこに。キャンディーの線が地面に敷かれてるだろう。そいつに沿って進め。オネイロイ様、向こうで誰かが戦っているようです。なんだか相当分が悪いみたいだし、早めに向かった方がいいかもしれません。危ない。え、子供の羊さん。羊さんの。あ、ママのお友達ですか。と、そんなことより、さっきはぶつかってごめんなさい。クッキー族の人が落ちてくるのが見えたから。それで。大丈夫、立派だったよ。たく、ずいぶん探し回ったんだからね。それで一体何があったんだい。いつもみたいにお出かけしてたんだけど、そしたら急に紫色のもやみたいなものが出てきて、でやっともやが薄くなったと思ったら、今度は急にトランプの兵士がたくさん現れて、こんなことに。
なるほど。それであんたは怪我とかしてない？うん、平気。でも気づいたら剣がなくて、だから毛を使って助けることしかできなかったよ。毛を使う？はい。クッキー族やペーパー族の人が落ちてくるのが見えたら背中で受け止めるようにしてたんです。そういうわけで、ママ、ここには困ってる人がたくさんいるし、僕まだ家に帰りたくない。やれやれ、あんた一人で一体何ができるってんだい。それは、別に無理やり連れて帰ろうとは思ってないさ。それよりも、ほら、早く受け取りな。あ、僕の勇者の剣、忘れてたんだね。そいつさえあればもっと活躍できるんだろ。子羊さん、すごく頼もしい。きっと他の住民さんは大丈夫。でもあのクッキーさんは、私にもっと力があれば。おねいろいちゃん、あんたは少し休んでな。ごめんなさい、私何もできなくて。うん、それは勘違いってもんじゃないかね。おねいろいちゃんにはおねいろいちゃんにしかできないことがたくさんあるはずだ。私にしかできないこと？そうさ、例えばあの虹の橋なんかそうじゃないかい？はあ、それなら一つ試したいことがある。後ろから来てるよ！囲まれないように気をつけて！皆さん、僕の近くにいて絶対に守りますから。そう、守る。自分を、そしてみんなを守ることができれば、執事さんも考えを変えてくれるはず。私にもできることはある。子羊さん、私も手伝う。あなたはさっきの？おねいろいだよ。よろしくね。おねいろいさん、わかりました。一緒にこの人たちを守りましょう。羊、お前に危害を加えるつもりはない。用があるのはそこの小娘だけだ。おとなしく差し出すのならお前は見逃そう。だがもし抵抗すれば。今時そんな脅し文句でビビる人なんているのかな。愚かな。ではしねえ。Ha ha!
いかなる手だれであろうとも圧倒的な数を前にすれば赤子同然。一気に畳みかけろ。それでもこの剣がある限り諦めるわけにはいかない。まずい、このままじゃ。子羊さん、その怪我なんとかできないか試してみる。この光は骨色いさんが？やった、うまくいった。この力があればさっきのクッキーさんだって。やったじゃないか、骨色いちゃん。私、みんなを助けたい。クッキー族の人たちを、ペーパー族の人たちを、みんな元通りにしてあげたいの。生きてる。奇跡だ。おい、まだ安心できないぞ。早く逃げろ。みんな聞いて、今みんなを守るために子羊さんが一生懸命戦ってくれてる。でも兵士さんの数が多すぎて、このままじゃ危ないの。だから力を貸してほしい。そうすればきっと勝てるはずだから。そんなの無理だって。向こうは武器を持ってるんだぞ。いや、試す価値はあるんじゃないか。それに子供に守ってもらってばかりじゃ大人のメンツが廃るってもんだろう。あいつらよく見たら乱暴に武器を振り回してるだけよ。落ち着いて攻めれば勝てるかもしれないわ。マジかよ。立ち向かいましょう。居場所を守るために、あの坊やを一人にさせないために。子羊さん、助けに来たよ。骨色いさん、それに皆さん、あとこれ受け取って。そのキャンディーまだたくさん持ってる。これなら勝てるかも。
夢の中で一緒に遊ぼうね。お前たちの好きにはさせない。兵士さんたちの武器さっきより鋭くなってる気がする。きっと怖がってるから強い武器を持ち出したんです。でも当たらなければ恐れるに足りません。うん、ジアン、もっと威圧感を出せればいいのですが。なら耳を取ってみるのはどうでしょう。拒否。耳は重要なパーツです。ところで先ほどから白き人形の姿が見当たりませんが。ん、何かあったの。眠いよ。夢の中では終わったね。これでゆっくり眠れそう。ふう、なんとか追い出せた。これで一息つけますね。うん、今のうちに怪我をした人を治しておくね。オネイロイちゃん、無理しちゃいけないよ。とりあえず私の背中で一休みしな。そこらのベッドより寝心地がいいはずさね。うわ、本当だ。ありがとう、モマヒツジさん。気にしないでおくれ。それにしても困ったね。皆の話を聞くに、新しい主さんってのを何とかしないと。この問題はずっと続くみたいだし。うん、多分その主さんは執事さんの偽物。さっきのお家だって偽物だったし、本物を見つけられたらもしかするとなんとかなるかも。だけど今ここを離れちゃったら。そこは安心してください。僕がみんなを守りますから。オネイロイさんにも大切な用があるんでしょ。さすが私の子供さね。そうさ、オネイロイちゃんはこの世界を何とかしようと頑張ってるんだよ。じゃあなおさら言ってもらわないと。あとのことはよろしくお願いしますね。そしたら私もここに残ろうかね。うちの子だけじゃ何かと心配だし。オネイロイちゃん、気をつけるんだよ。またね、ママ羊さん、子羊さん。ああ、また会おう。だね。ここの安全を確保したらすぐに追いかけますから。うん。あれ、そういえば人形さんは不明。ロボットも探しています。最後に彼女を見かけたのはあの曲がり角付近だったのですが。